小さな国の救世主は、電撃文庫より刊行されている、ライトノベル。著者は、高見和之。イラストは姫昭。全三部、慶五官。旅行中に突然外国の内戦に巻き込まれ、国外脱出が不可能になってしまい、おまけに政府に狙われるお姫様と一緒に行動することになってしまった、日本の普通の高校生が、帰国するために、成り行きで軍手として知恵を絞って、 事態を改善していこうとする。やがてその国の内乱を集結させ、英雄と呼ばれるようになっていく、サクセスアドベンチャー。作者曰く、本作は異世界召喚者と変わらないが、違いがあるとすれば、異世界を現実の外国にして、主人公を普通の人間にした話であると語っている。舞台となっている場所は、中央アジアのセリカスタンと呼ばれる架空の国で、南に、 天山山脈北にアルタイ山脈があり、中国、ロシア、モンゴル、カザフスタンに囲まれた小国となっている。本作は全三部構成になっているが、当初第一部となる三巻までの話で完結の予定であったため、第一部は一巻から三巻までとなっているのに対して、第二部と第三部はそれぞれ一冊ずつになっている。自分の苗字と同じ名前の山があることを知った。 引きこもり気味の高校生天山達也は、その山脈を見てみたい一心で親に無理を行って、旅費を苦面してもらい、アドベンチャーツアーに参加する。しかし勝手に一人で行動していた時に、一服盛られて所持品を盗まれた上、草原に放置されてしまい途方に暮れる。その時、車とヘリコプターの音に気づき助けてもらおうとするが、現れたヘリは車を攻撃し、 車に乗っていた女性は対抗してヘリをロケットランチャーで撃墜する。呆然とする達也にその女性は古風な広島弁で話しかけきて助けてやるから一緒に来いと言い達也を車に乗せる。その車の中には一人の少女が乗っていた。二人はテロリストの濡れ衣を着せられ政府から追われているという。 里まで逃げる途中だからお前も協力しろと言われた、達也は、しぶしぶそれを承諾するが、それがこの国の内乱の行く末を変える出会いとなる。東京に住んでいたメガネをかけたさえない風貌の、高校生。旅行中に荷物を取られて困り果てていたところに、現れたサラサと流火美目に助けられ行動を共にし、近利の里で客人として扱われるが、 里が政府軍に攻撃されることを知り、事態を打開するべく、旅行に持ってきていたノートパソコンを使い、ネットで集めた情報で戦車隊を撃退する。その功績から囲碁軍師島狼と呼ばれる。金利族の族長の孫娘で巫女でもある。人の心を読み取ったりする看王能力を持つ。族長の代理も務める立場で、族長会議に出席するため首都に訪れるが、 そこで政府がテロを自作自演しようとしていることに気づき、いち早く脱出する。しかしそのことで、テロの犯人に仕立てられ、追われている途中に達也と出会う。周囲の被害を気にせず攻撃してくる政府に対し、これ以上被害を増やさないため、死を覚悟するが、達也とサラサが立てた防衛作戦で戦車隊を撃退し村が救われたことで、達也に特別な思いを寄せるようになる。 里と金利族を守る責任者で姫美子の護衛もしている。元ソビエトのスペツナズに所属していた姉を肌の美女。ソビエト崩壊後は、故郷のあるセリカスタンの軍に入っていたが、性に合わないからと金利の村に戻っていた。日本人の血を引くクオーターで、日本人祖父から日本語を習っていて、かなり古風な広島弁を話せる。当初は言葉が話せない。 達也のために通訳などもして面倒を見てやっていた。政府軍のシャリフが気になっているが素直になれないでいる。そのため達也からツンデレと言われた。リネト州の長。金利族の族長。流下の祖父。セリカスタンの完全支配をもくろむ独裁者。セリカスタン陸軍総司令官。本名はアラクだが。 ロシアビーキで、ロシアの戦車学校に入学したのを機に名前を解明した。戦車オタクで、とにかく戦車に乗って前線に出たがる性格。空爆こそ絶対と考えており、古速な手も好む男。大統領の座を密かに狙っている。セルム族の族長の血筋に当たる人物で本来は、血筋上彼の方が、大統領の立場にふさわしい人物。 しかしお人よしで他人を疑うことがなく、裏表のない性格のため重要なポストにつかせるわけにはいかず、存在な扱いもできないため、わざわざ海のないセリカスタンに海軍を作り、名目上の提督としていた。だが、センドルク失脚後に、リネム大臣に推薦され、大統領に就任し、セリカスタンの発展に尽力する。センドルクの実施にして有能な政治家、 国の発展と平和のために常に努力している。センドルクの親族以外は出世できないと言われている、軍で、実力だけで少々にまで出世した、有能な人物。重要拠点を守るために、前線指揮を取り、反政府連合軍と戦うが、センドルク失脚後は、軍の最高責任者として、達也たちと共に戦う。万有の部下、戦車隊を率いて、 金利の里を攻撃する。聖地である里の攻撃にはあまり乗り気ではないよう。爬虫類のような顔つきの下豚笑いを浮かべる、拷問の趣味がある男。ソナムル失脚時に巻き添えで投獄される、大統領警護隊特殊部隊の隊長、サラサの元上官。内戦の早期終結のために金利の姫巫女を保護の、 ために活動するが、味方であるはずの空軍の空爆に巻き込まれて、重傷を負う。その出来事で軍のやり方に疑問を持ち、さらさたちを一度は、見逃す。傷が治った後は再び、金利族と戦うことを覚悟していたが、意外な理由で、金利族と共闘することになる。シャリフの片腕、ひょうひょうとした人物、黄金族の族長。 体育会系で物事を深く考えないところがあり、ことたかいでは突撃あるのみの主張ばかりする。サゴンの腹違いの妹。少福であったため貧しい暮らしをしていて、病気の母の医療費を確保するため闇医師の訓練を受けていた。近利の里に現れた、正体不明の軍師に、危機感を覚えたサゴンの命令で島狼暗殺のために里に潜入するが逆に捕まってしまう。 サラサたちは縛り首にしようとするが、タツヤのおかげで客人として、里に招かれたことで島狼に浸水し、以後、タツヤの妹分になる。セリカスタンで最高の腕を持つパイロット。夜間空爆を目視と噛んでこなすほどの腕だが、ナンパの腕は悪く、女の子に声をかけては振られてばかりいる。丸っこい体型の航空整備士。口が軽くて、いつも無駄口を叩いたり、 いい加減なことを言っては尺道注意に叩かれたり首を絞められたりしている芸人体質。いつも一緒にいる尺道注意と漫才のようなやりとりをしているラジオ放送に熱意を燃やす軍人。周囲からは変わり者と思われていたが、反政府連合軍が海賊放送をすることになって一躍大抜擢される。語食の多いことで知られる高見作品だが、 本作もその例に漏れず非常に間違いが多い。以上すべて初版より、成行き軍師の巻から ISBN48 億4023万2768、お小沢成将軍の巻から ISBN48 億4023万4337、今時英雄の巻から ISBN48 億4023万6062、釈有者の巻から、 ISBN 9長7848億4023万7628お疲れ賢者の巻から ISBN 9長7848億4023万9189ありがとうございます。